株式会社優先は、主に業務店向けの IoT プラットフォーム事業、音楽配信事業、エネルギー事業などを行う企業。現在の法人は2017年6月16日に設立された2代目で優先、ネクストホールディングズの子会社であるが、本項目では事業会社としての前身であり、優先、ネクストホールディングズに吸収合併された。 株式会社優先についても記す。初代法人の旧社名、大阪優先放送社、優先グロードネットワークスが示す通り、もともとは、同軸ケーブルによる優先ラジオ放送、優先440を中心に手掛けており、優先放送業界一位である。440とは、一般用チューナーで受信可能なチャンネル数を表すが、未使用チャンネルもあり、 ステレオ放送は2チャンネル分消費するため番組数は440より少ない。業務用途ではリース用としてさらに多くのチャンネルが存在する。同軸ケーブルを使わずに通信衛星を用いた衛星一般放送サウンドプラネットミュージックエビーも行っている。創業者、宇野本忠の子息で人材派遣会社のパーソルキャリアの創業者の一人であった宇野安秀が 代表取締役社長に就任後、2000年代に M&A や業務提携により多くの事業を展開するが、ほどなく第三者に売却し、現在は、祖業の音楽配信事業を中心に手掛けている。親会社である優先、ネクストホールディングズはもともと優先の子会社であったが、事業再編時に子会社だったユーネクストが、親会社の優先を、 九州合併する形となっている。2016年8月31日現在、創業者で、現優先会長の宇野康秀の父、宇野本忠は、大阪優先通信社の事業拡大において、電柱の無断使用を行ったことで知られる。本来、電柱及びこれに点火される電線は、空間としての道路を占有しているため、道路法に基づいて、道路管理者に対して、 所定の手続きを踏む必要があるほか、電柱所有者に対しても利用許可の申請が必要になるが、無許可であっても一旦設置してしまえば撤去するには、膨大な費用がかかるため行政も、簡単には撤去できないという隙間をついたやり方で勢力を拡大。その一方で、堂々と放送に関する免許を行政へ申請するという抗眼ぶりから、政府の怒りを買うが、 現実問題として解決するには、宇野川の同意が必要な点や大阪がやるならと、無法な工事が全国で発生するありさまに、大阪優先は1970年代の歴代内閣の申し送り事項となった。優先ラジオ放送を契約してから利用者まで線を引くのに迅速な工事をモットーとしたため、法令上の許可等を取らない工事も目立ち、またひどい場合には、 電線を切断して、自社のケーブル仮説を優先させたりもしたという。1977年4月27日の衆議院、定審委員会でも、久保人理事が、ハエを追い払って一時そのあたりにハエがいなくなったと思ったら、またハエがたかってくるといった、ゲリラ的と申しますか、誠にどうも、言語道断な現状にありますと語るほどの状況であった。このことから、 1985年8月20日に、優先ラジオ法違反で、宇野社長他幹部が逮捕されている。1994年に、同社は、関係正常化宣言を行い、新規に付設するケーブルの電柱使用に際し、事前に許可を取る方針に転換するが、以後も過去に付設したケーブルの電柱使用料の支払い、等をめぐり問題は継続することになる。また、 当時は在京の FM 局等を地方で聞くことができるラジオ放送の無断区域外再放送も大きな問題となっていたが、著作権法改正やラジオ局のインターネット配信の影響もあり、1999年12月に番組改編が行われ通常の聴衆地域外での再送信は中止された。その後、宇野康秀が社長に就任してからは、 非合法状態のままでは電気通信事業者としての認可を得られないなどの問題から本格的に事態の収集が図られ2000年4月には電力会社 NTT 等との間で過去に遡った生産が完了し郵政省に有線放送ラジオ事業者としての届出を受理されるに至っている現在では電柱使用量負担の削減のため商業地域外ではケーブルを撤去し サウンドプラネットへ切り替えるケースが増えている。2004年には、優先放送業界2位のキャンシステムの顧客に対し、キャンシステムは潰れますと言った上で加入料や、聴取量の大幅割引をして、顧客を誘引し、キャンシステムのシェアを奪って、買収を目論んでいたことから、公正取引委員会は、東京高等裁判所に指摘特選の禁止及び、 公正取引の確保に関する法律の規定に基づく緊急停止命令を申し立てた上で、優先ブロードネットワークスに対して排除勧告を行った。その後、優先はキャンシステムに対し、優先ラジオ放送業務の運用の規制に関する法律等に反した違法な営業により損害を被ったとして損害賠償請求を行い、キャンシステム側は反訴で応じた。 この件で2008年12月10日、東京地裁は、キャンシステムの反訴請求を一部任用して、優先の本訴請求を全部棄却、優先に対して20億円の支払いを命ずる、判決を下した。その理由は、競争を実質的に制限し、独占禁止法に違反したとしている。また、2007年12月21日に、優先から委託を受けた、業者、 サウンドプラネットが実際には二等くじのみの抽選箱からくじを引かせ運よく二等に当選したと思い込んだ客に特別な割引をしているように見せかけ契約させる手法が悪質な契約約款違反に当たるとして総務省から文書による警告の行政指導を受けたこの件に関して優先は委託業者の営業行為には紛らわしいものがあった点は認めているが 抽選箱の中身は二等ばかりではなかったと主張している。なお、総務省の指導に対しては、加入金を無料とする内容の契約約款変更や、代理店が開催する再示会場への巡回強化などの再発防止措置を総務省に報告している。企業、キャリア情報サイト、キャリコネを運営するグローバルウェイが2010年9月21日に発表した。 愛車されている企業、愛車されていない企業主要133社ランキングにおいて愛車されていない企業部門でワースト1位となった。その理由として長時間労働を求められる職場環境に対して満額支払われない残業手当など過酷な労働条件への不満が見られた。ありがとうございます。